勝利ジョッキー山本拓人騎手にお話を伺います。間を失礼します。おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちから聞かせてください。いや、もう嬉しいですね。はい、ゴールでは大接戦でした。もうあの時に手も上がりましたので勝ったという感触はあったんでしょうか。そうですね、うちちょっと離れてましたけど勝ったなっていうのはあったんで、はい、道中、まあ、年齢も非常に近いジョッキーの皆さんとのレースでした。どんな気持ちで乗ってました。まあ、あんまり考えてなかったですけど、もうしましかし伸ばして、もう本当に先頭でゴールできればいいなっていうだけ考えてました。やはりこの地元の紋別の勝利、格別じゃないですか。そうですね、本当に人気ものしもあったんで、なんとか結果出しておこうかなと思います。はい、たくさんのファンの皆さんが応援してくださったと思います。ファンの皆さんにメッセージお願いします。第一戦見事に優勝することができたの皆さんの応援のおかげだと思いますので、本当にありがとうございました。第二戦もそうですね、なんとか一つの上の着順を目指して頑張りたいなと思います。山本拓人騎手にもう一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございました。